理屈ではありえなかった。それで、うん、まあ例えば銀行とかに言ってもありえない、貸せない貸せないって言われたんだけど、うんうん、だいたい夕方になったらいつも酒場に出かけて行って朝まで飲むみたいな。でもそれはすごい取材だったんですよ私にとって。でもあれなんかちょっとバッタとかつかめなくなってんじゃんみたいなことになると、人生どころか作品も、あ、作品どころか人生もダメになっちゃうから、うん。物を書くというのは空中に不動産を買っているようなものだ。家にこだわるな。私は住みたいところを見つけてローンで買っちゃったけど悔いはない。空中に不動産というのはどこでも家になり得るということでしょうか。違う違う、だから印税とかそういうこと。ああなるほど、うん、またバラネスさんにとって住みたいところはどのような場所ですか。なんだろうね、でもそのやっぱり家を見た時に、うん、あこれ買わなきゃダメなんだなって分かったんですよ、うん、ああもうそれこそ直感的に、うん、直感的に。それでめちゃくちゃ無理して買ったんですよ。その時一番貧乏のどん底だったから、うん、もうなんか超小さい家に引っ越してとりあえず今金貯めようって思ってた時だったんで、うんうん、そんな無理だろうと思ったんだけどなんか買っちゃったんですよね、うん、頑張って、でもちゃんとなんか着々と返してるから良かったと思って、うん、ああいうの逆らうとろくなことがない。理屈ではありえなかった。それで、うん、まあ例えば銀行とかに言ってもありえない、貸せない貸せないって言われたんだけど、うん、なんか一人だけ貸してくれる人がいて、うんうん、あの銀行の人で、はい、なんか進んじゃったから今進んじゃってるけど、まあ、結果は俺ですよね、うん、よかったです。特にコロナになって、コロナ禍になって、うん、まあ、コロナにもなりましたけどね、うん、コロナ禍になってなんか家にでっかいそのテラスというかあるのがどんなにありがたかったかと思うと、前の家だったらダメだったかもと思って、本当良かったです。逃げ足は早く、切れよく、うん、逃げない方がいいという状況もあるかと思いますが、そのボーダーラインをどうやって引いてらっしゃいますか。てかやっぱなるべく綺麗に逃げたいじゃないですか、うんうん、スマートに、うん、だからスマートに逃げようと思うんだけど、まあ、大体では私の場合ちょっとこう揉めるんですけど、ね、だからこれはまあ自分に対する自戒を込めて綺麗よく逃げたいなってなるほどなるほど、うん、取材にのめり込みすぎて書く時間がなくならないように確保する。お忙しい中どのように時間のやりくりをされていますか。自分でも何か奇跡が起きてると思います。本当に無理だと思う。これはこなしてうちの人たちみんな家事とかしないからほとんど、はい、だからいやどうやって融通しているのだろう。本当に不思議です。いまだに自分でも不思議です。しかもそれを何十年も続けている。そうですよね、うん、ずっと全力ダッシュをしている感じですか。いやそんな感じで、なんか奇跡が起きている感じ、ずっと奇跡が起きていると思いながらたまに倒れたりしてますけど、で若い頃は飲みにのめり込みすぎて、だいたい夕方になったらいつも酒場に出かけて行って朝まで飲むみたいな。でもそれはすごい取材だったんですよ私にとって。いろんな人に会って話聞いて、そうのめり込みすぎちゃったなと思って、書くどころじゃなかったですもん。やりたいことをやってる仕事にしたりとかしてる人って、まあ、もちろんやり自分のやりたいことが夢中になるじゃないですか、はい、それはそれでもちろんそうなんですけど、うん、なんか最近なんですけど、うん、たまにあれいつまでずっとこの勝負というか、うん、本気勝負を続けてる感じが、うん、個人的に感覚的にあって、うん、どこまでこんなガッチガチの勝負をいつまでし続けるんだろうなって、うん、なんかふと最近ちょっと思ったりとか。形が変わるがずっとだと思いますよ、うん、なんか私の場合その飲みで取材っていうのが勝負だったとしたら、うん、それは子供とかできてできなくなったじゃないですか、家事とかが生じて、はい、だけど形を変えてやっぱやってますよね、うん、だから多分なくならないと思う、死ぬ時もそう思った方が気が楽ですよ。あ逆に、うん、なるほど、うん、そう思います。無理にとは言わないが子供を産むのは物を書く邪魔にならない、創作にとってはいいことしかない。子育てに取られる時間や実際のストレスとどう向き合っていますか、うん。いやもう育て終わっちゃったからね。あ当時はどう向き合っていました。でも当時はもうめちゃくちゃでした。もう金もばらまき5分でもねみたいな一人になりたいとかで夜中の3時に王将に行くみたいな、なんかそういうそういうもなんとかして融通するっていう、ただやっぱやってよかったと思います、うん、あんなでかいプロジェクトはないですからね、まあ、そうですよね、うん、見返りはなくてもいいと思ってます、うん、産まない人生を選んだ場合、汗をかかない、他者のうんこに触らない、料理をしない、洗濯物を干さない、そんな生活をしてはならない。手がダメになり文章がダメになる。生活に使う手は文章をどのように変えるのでしょうか、うん、でも結局普遍的なものって生活じゃないですか、うん、
だってたとえホテルで暮らして洗濯物全部ホテルに出しててもランドリーに出してても生活が生じちゃうでしょ、うん、だからやっぱ生活っていうものを忘れたら絶対いけないんだなって思いますし、あとやっぱ急にアリンコとかされなくなりますよね、ずっと部屋の中いると、はいはい、あれって不思議で、ね、自分では全然大丈夫と思ってるんですよ、うん、でもあれなんかちょっとバッタとかつかめなくなってんじゃんみたいなことになると、ね、人生どころか作品も、まあ、作品どころか人生もダメになっちゃうから、うん、常にやっぱ何かそういう人間の根底のものに何かで触れてなきゃダメだなって、うんうん、それはその自然的なその虫とか動物とかに限らずってことですか、うん、だからその排泄物とかね、うんうん、適正価格じゃないものは決して買わない、文章が腐る。適正価格の基準はどのようなものでしょうか。やっぱ自分にとって適正かどうかですよね、うん、コスパが合うかっていうことですか。自分にとってだけですけどね、うん、かといって全部を安く抑えるって話ではないんですよ、うんうん、自分にとっていいと思ったらもう100万円でも1000万円でも買った方がいいし、うん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 、いやちょっとと思ったらどんな義理があっても買わない方がいいし、うんうん、なんかそういうようなことです。じゃあそこに載っている定価みたいのをそのまま鵜呑みにしないっていうことですかね。そうです、自分が決めるってことですね、うんうん、恋愛を逃げ場にしない、休息の間にもしない、相手のあることだから。日常で大変なことがあった時に恋人に頼ったりしたりすることはありますか。瞬間的にはありだけれど長期的にはなしということでしょうか。っていうより何て言うんだろうな、まあ結婚とかパートナーとかまた別じゃん、家族だから、うんうん、でも恋愛ってなんかこの年齢になると休みに利用する人が多くて、うん、休むために、はいはい、うん、じゃあそこまで気持ちが乗ってなくても息抜きで誰かとっていう、そのっていうよりすっごいこう恋はしてるんだけど、うん、なんかその時間だけが休める時間なんですよみたいな話よく聞くんですよね、この年齢となるとね。でもなんかそれって結局勝手なことだから破綻しますよね、うんうん、だからあんまその恋愛で休もうっていうのはだからほら、まあ、例えばだから自分が男だとしたら綺麗な人と綺麗な店に行って綺麗な時間を過ごしてその後ホテルに行って綺麗に楽しむみたいな、うんうん、なんかそういうのをやってる人見てるとなんかやっぱ破綻してんですよね。うん、だから逃げ場にしてるからだなと思って、うん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 、全力なら別にいいんですけど、うんうんうん、なんかそういう人多いなと思って入れてみました。その休息の場所にする逃 げ,、まあ、逃げ場にするしない別としてそういった恋愛感情とかって、うん、やっぱ何歳になっても持つべきなんですかね。昔って、うん、街歩いて綺麗な子とか可愛い子とか好みの子がいたらなんかみんな好きな気がするぐらい、うん、こうまあ、高校生とかそうじゃないですか、うん、今こう綺麗な人とか、うん、なんやとかどれだけあっても何とも思わないっていう、綺麗だなとは思いますよ、うんうん、でもその昔だったら切わって言っちゃわないってことですよ、ね、切ないとかなんとかとか、うん、そういうなんとかっていう口説きたいとかっていう感情が一切なくて、うん、こうこれは逆に老化現象なのかなってちょっと老化現象かもねかもしれないですよね。やっぱそういうときめきみたいなのが常にあった方がいいんですかね。あ、ときめきはあった方がいいじゃないですか多分、うん、あとそれに恋愛ってほら本当交通事故だから、はい、うん、気づいたらなっちゃってるっていうようなものだから恋愛を否定してるわけじゃないんですけど、うんうん、ただなんか休みたいから休むだけの人ってこの世にいるはずないじゃないですか、うんうんうん、相手が無理してるか、はい、なんかそこ難しいなと思って、はい、特に物を作るとかだと難しいな、うん、でも経営者だったらあるのかもね、うん、休むためだけの恋愛っていうのは。街を見るときはいつも自分がここに住んだらどうなるかを真剣に想像してみる。住むことを想像したときにもっとワクワクした街はありますか。それはどんな風にでしたか。あ、でもやっぱシチリア、イタリアが多いけどシチリア行ったときはいやここ住めたら何もしないわと思って何もしないからダメだわってすぐもうパンパンパンってなっちゃいました。もう見てるだけで空とか幸せだし、レモンとかなんか分かんないけどレモンとかなってるし、はい、で泥棒とかいっぱいいるし、はい、うん、そうですよね。でもなんかワクワクしますよね。ここに住んだらどんなだろうとか。ここに住んだらもう何も書かないわと思いましたよね。それじゃダメじゃんと思ってすぐ諦めましたけど。僕も究極なのは人生で2回目か3回目にマチュピチュ行った時に店をたまたま今こうワーッとやったりするのにハマってるので、はい、自分の店がマチュピチュにもあったら最高だよなって思って物件借りちゃったんですよ。
でコロナ始まって中ででも結局年末ぐらいにはオープンするんですけど、よかったですね。まあでも行くので片道3日ぐらい以上かかりますからね。でもほら1回家出ちゃえば同じですよね、うん、そうですね。ぜひ行ってください。私も行きたいです。ぜひぜひ。Don't forget to always walk on the wild side.